という女の子がいます仮名はユージにしますねユージねえ急の夜さ抜け出して一緒に餌見に行かないいいよじゃあ抜け出すときポケベル入れる二人で行ったら誰かに見られちゃうねウークイの日ブルルルルルあポケベル来た母ちゃんおじさん俺ちょっと出てくるわ ええ、中身汁まだこれからなのに。今から道順へ見てくる友達と待ち合わせてるから、すぐ帰るからさ。リサーユージーしっかり手をつないでみた道順へ、ね。ぬるっとした暑い夏の夜の空気とともに、目が合った時笑ったリサの顔を、今でも僕は覚えていて。ただ僕たちは、いかんせん中学生で若く。 僕は付き合うってこともよく分かってなかったから、たった3ヶ月で別れることになってしまったんです。高校2年の夏。あ、はあ、なんかいいことねえかな。何、に、ゆうじ、れてんのなんだ、たくやか。別に黄昏れてなんかないよ。そうだ、リサさ、お前と中学の時つきかけ合ってた。うーん、どうしたなんか、

さっき俺たまたまリサと会ってさリサ覚えてるだろううんなんか今離婚して子供連れて一人みたいなんだよお前のこと懐かしいって言ってて連絡先聞きたいって言ってたんだけど LINE 教えていいもちろんそしてその日の夜リサから連絡が来て僕たちはドライブデートの約束をしたんですうわーえー、リサとドライブどうしようここから 恋が盛り上がっていったりしたら。ドライブデート当日。リサどこ行く北部とかいいね。北部の海見たい。てか、変わらないな。ほんと私、年取ったでしょ。そんなことない。いや、もちろん。 歳はとってはいるよ。でも、女性らしくなってて、びっくりだよ。なんかドキドキするわ。なーによ、それ。ユージも大人になったね。じゃあ、行こっか。リサは本当に綺麗になってて、俺は大人な自分を見せなきゃなんて、そんなことを考えてたんです。離婚したんだってな。うん、そうなのよ。今は、付き合ってる人とかは、実は私、不倫してて、 え今好きな人奥さんがいるんだマジで職場で出会って奥さんと別れるっていうのよ私には付き合う時もあっちから誘ってきてなんか私ほんと何してるんだろうってうっそっかまさかリサがそんな辛い恋をしているなんて思ってなくって俺は普通のふりしてたけど本当はそのろくでもない男に腹渡が煮えくり返ってたんですそんなある日 あのね、ユージ、付き合ってほしいところがあるの。不倫相手と今後について話し合うことになって。え、不倫相手とその人が泊まってるホテルに私のことを送ってほしいの。あ、いいよ。いつ明日。わかった。次の日。ブーン。リサ、お前、大丈夫うん、大丈夫。 ちゃんと話し終わったらすぐ車に戻るから。うん。部屋まで送るからさ。そうね。私怖いからついてきて。そこにいるのって不倫相手だけなのかううん。奥さんもいる。ああ。大丈夫だから。ううん。ついたぞ。ガチャ。テクテク、テクテク。そして部屋の前に。僕は心を落ち着かせ、コンコン。ノックをしました。そしてもう一度、コンコン。ガチャ。 うわ不倫相手だ。ああ、年上。来たの入ってもらって。は奥さんの声。リサ、ユージは車に戻っといて。そこから、どれぐらいの時間が経ったでしょうか。僕は気が気じゃなくって。あやっぱ連れてくるべきじゃなかったのかな。とか、車の中でかけていたアルバムも全て終わってしまって、コンコン。あごめんね、ユージ、お待たせ。 帰ろっか。僕は聞きませんでしたそしてリサも何も話しませんでしたただうつむいてたんですそしたら急にスピーカーからアルバムのボーナストラックが流れてきて「え <laughs> さっき終わってなかったの?」っていうねもう空気の読めないセリフが始まって「ともローグ。このコーナーは午後2時半からの「花は天国の中で」 月曜日と火曜日に行っておりますだいたい時間は午後4時10分頃からです人気コーナーになりますぜひ皆様もトモローグへのエピローグを送ってきてくださいどんな内容でも構いません懸命にカタカナでトモローグと書いて投稿をお待ちしております花店アットマーク rokinawa.co.jp、ok、です そしてリアルタイムでも花々天国をお聞きくださいまたラジコでも聞き直すことができます